では、今日はですね、基本の赤の、まあ、3つの品種の比較をやってみましょうということで、始めていきたいと思います。というわけで今回もマクシバンです。よろしくお願いいたします。前回といいますか、以前にですね、始めないと。はい。白の基本品種3つというのをやったんですけれども、今日初めてこれご覧になる方は先にその白からご覧いただくと、まあ、そちらの方で割とこうこってり説明してますので赤の内容が入りやすいかなと思います。ということで今日は赤品種のまあ基本的なということで、ピノノワールと、サンジョベーゼ、まあ、キャンティ君ですね、あとシラを選びまして、まあ、何がどう違うのっていうのはもちろんなんですが、まあ、基本編ということなので、まあ、どこを見ていけば違いが取れるのかしらんというのをお伝えできればと思っております。でまあ、最初ここに3品種の比較ということでピノノワールとサンジョベーゼとシラと出してみたんですけれども、まあ、色合い的にどうしてもこういう場合にラズベリーとまあ、ラズベリーレッドですね、サワチリレッドと書いてますがルビーとガーネット、ラズベリーレッドとダークチェリーレッドみたいなのが違う離れてるものって思われてる方多いんですけど、基本的にはルビーですね、ラズベリーレッドだと思っていただいて、それに皮の色調が黒い色素量が多いものだとダークチェリー、ガーネットに進む、で色が淡いものだと、もしくは酸化していくとの過程で赤ルージュっていうのがレッドが入ったりっていう、基本的にはそのブドウの果皮の色から来るものなので、ルビーとガーネットが別にあってだんだんどうなのっていうのではなく、基本的にはルビーで、そこに黒みガーネットダークチェリー、そして酸化で赤が出て、そして茶に進んでって、そういう色素の表現がここにまとめてあります。基本編と言いながらいきなり難しいこと言ってますけど、まあそれめげずにですね、もう少しお付き合いいただければ。で外観のところをご覧いただくと、まあだいたいピノノワールとサンジョベーゼっていうのはスタートは似てます。澄んでいて美しいとかで、ちょっとまあシラーになると紫的な深みをついてますけどね、ピノノワールとサンジョベーゼとシラーです。でシラーになるとちょっとまあガーネット黒みがかる紫の色素量がかなり増えてきてますので、ダークチェリーレッドって言い方はできるかなと。でこれもまあ深みのある紫って書いてありますけれども、で全体的には若々しい印象、ただ3番のこのシラーに関してはかなりこう深みがあって落ち着いた色合いなので、外観からだけでは若々しいのかちょっとこう落ち着いているのか分かりかねるところがありますので、このように書いてあります。で D っていうか、まあ、ディスクのことですね、まあ、白のところでも言いましたけど、中程度っていうのはミディアムの日本語版なのでということで、今日はミディアムっていう表現を使いました。でシラーに関しては中程度からちょっとディスクの厚みはあるのかなというふうに先にテイスティングをしてまとめてあります。でジャンブとかラルムってこの回した時にですね、このゆっくり落ちていく数や盛り上がりの強さですね、そしてスピード感、ゆっくり落ちていくのかなども見てますけれども、まあ、ゆっくりと落ちていって数の多い盛り上がったっていうのはその3つとも共通していると思います。で、まあ、印象的に言いますと、最初にこのピノノワールとサンジョベーゼ、この1番2番の外観からだけではピノノワールサンジョベーゼの違いが見にくいかなと。で今回3番のシラーに関してはかなりこう黒みがかったニュアンスがあるので、色から見るとまあ分かりやすいっていうのはありますけれども、白でもお伝えしましたようにピノノワールでもニュージーランドから、それこそ日本から、オーストラリアから、フランスから、まあ産地にもオレゴンもいいのあるよってことになりますし、サンジョベーゼもですね、まあ今回はキャンティクラシコを選んでるんですけれども、他の産地でもあります。あとメルローが入っちゃってるとかいろいろありますし、シラーに関しましても本当にフランスのローヌを代表するようなシラーであったり、あとはオーストラリアのシラーズであったり、あとはカリフォルニアなどで作ってますシラーなどではねみたいなことがあるので、まあ今日はどちらかというと、まあ代表的な産地のものを選んで出しています。でこれ白の時にも今日はね白の時でもっていう説明が多くて申し訳ないんですが、白の時にもお話しましたように、何が基本かとかいうのは難しいんですね。なのでまあ毎回言い訳を最初に言ってますけど、ワインっていうのは絶対的なものがないので、まあ長い間やってきたけどこれがベースにすればいいんじゃないかな的なマクシバン的見地からやっておりますので、絶対これが正解とかこの品種がねっていうことはないので、まあ、気軽に聞いていただければ、まあ、そんな説明毎回やってますので進めましょう。
さてと、でルビーとガーネット色の違いと見方っていうのは最初にお伝えして、ま、あのしましたけれども、あの香りの部分ですね、香りもいっちゃいますか。赤の外観の説明はいいかな、まあ、紫がかったとか輝きがあるとかで、あのルビーとガーネット、あのラズベリーとダークチェリーって絶対具体的に離れてるわけじゃないんで、色の淡いダークチェリーと非常に青紫の印象のある濃いラズベリーって一緒だって言い方もできますしね、若干黒みがかった濃いルビーと優しい穏やかな淡い色調のガーネットっていうのは重なってたりもするので、どちらサイドから見るかなので、あのその辺が最初ね、あの赤の外観見る場合に難しいって言われるんですけど、まあこれもあの言い方悪いんですが慣れていただいて、あのこの色だったらルビーだな、ガーネットだな、ラズベリーだな、ダークチェリーだなっていうのを使っていただければと思います。で経験を積んでいくと、カベルネソービニオン的な、今日出てませんけどね、黒みのがかったあの品種にはこの表現で、さらにあのピノノワールとかあのザンクトローレンとかそういった品種にはこっちを使うとか、まあ、だんだん慣れてくると思います。焦らずにあのやっていければと思います。では香りいっちゃいますか。よいしょ、香りです、ね、香りです。ちょっと折れてますけどね、すみません。よいしょ、香りの部分です。で今回は割とヴィンテージの若いものを選んでますので、コメント香りの欄にその熟成感や複雑味で、樽熟もそんなにきついものは選んでないので、そんなコメント的に出ません。なので品種の個性と合わせてやや若めのものの香りのコメントというご理解をしていただければと思います。でピノノワールなんですけど、赤紫のお花とか清涼感が出ますよね、スーッとする香りで、まあ、また言っちゃいますけど、白の品種3つの時にもお伝えしたんですけど、最初からどっから来た、何しに来た、これは何だっていうの難しいので、まあ、最初は見た目紫じゃないですか。でブドウをご覧になって行ったことのない方は少ないと思うんですけど、ワインってブドウなのでですよね。で、赤ワインって黒ブドウから作るんで、まあ、大体ベリーなんですね、うん、なのでベリー系の香り、優しい甘みって言ってると全部当てはまっちゃうんですね。でそれはまあ必要なんですが、そこから先に今日の場合は違いを見ましょうということなので、一番の場合だとスミレ、漢字難しいですけどね、とかラベンダー、紫色の清涼感って言い方をしてるんですが、で2番のサンジョベーゼにすると、あそうそう、これちょっとちょんちょんは同じコメントがありますということと、この線が入ってるのはここから縦に見ていきます。ピノノワール、サンジョベーゼ、シラ、うん、です。でサンジョベーゼに入りますと、そのちょんちょんですね、赤紫のお花、清涼感に加えてバラの感じとか、ちょっとドライトマトとかっていう少し違った香りが出ます。ただあの無理やり最初探さないで、例えば2つ比較をして、ピノノワール優しいねとか、ちょっとなんか違う香りがあるな、ちょっと違うって書いたりで、しばらくしてそれがちょっと違ったのは何かって、そういう地道な積み上げの作業なので、最初からこういうコメント出しちゃうと、これを見て探しに行くこともまあ大事なんですが、まずはご自身の感覚を大事にしていただいて、なんか違うなとか、何に似てるかなとか、まあ、そういうゆっくりとやっていただければと思います。なんかあのワイン品種を知るっていうのは友達作るようなもんで、そんなに急に友達って増えないですし、意外と付き合ってから性格が分かったりもするんで、あのブドウ品種ってそういうところがあるので、まあ、焦らずに、で自分としてはこう思うなっていう、そういったあのジャッジ、あの白のところでも言いましたけど、キーファクターを見つけていくのが大事かなと思います。で、まあ、クランベリーとかイチゴジャムとかクコの実とかピノノワールは下に下がってますが、サンジョベーゼになりますとやっぱチェリー系の香りが出ます。サクランボとレッドチェリー一緒だなと思って書いてたんですけど、あとはそのサンジョベーゼにはやはりこれはキャンティクラシコではあるんですけれども、湿った樹皮っぽさとか、ちょっとスパイスですね。スパイスもその、まあ、あのシラーにあるような、先に言っちゃいます、黒胡椒というよりはもう少しオリエンタルというか、あの中華に使うようなちょっと甘やかなスパイスがあるのかなと。でサンジョベーゼの下のところに海苔であの丸々ですよっていうのを書いてるんですけど、海苔のあの佃煮でうんですよっていうのがあるじゃないですか。あれに似た香り、ちょっと海苔を煮詰めたような優しい香りもあります。それが熟したさくらんぼと少し木だるのニュアンスと甘やかなスパイスが相まって、ちょっと海苔っぽさも出している。
じゃあ戻りますけど、ピノノワールにはないのかっていうと、あんまノリはないんですよね。こういうふうにちょっとまあまあちょっと言葉じゃあ絶対ないのかって言われるとあれなんですが、一つの方法論としてノリっぽさがあるのはサンジョベーゼと覚えていく、そういう説明です今回は。ですからピノノワールでもノリっぽいのはありますし、なんて言ってると説明ができないんですけど、なのでこの場合は1番っていうのは赤紫の果実中心、清涼感があって滑らかで心地よい。でキャンティグラシックのサンジョベーゼを2番にすると、少しここにありますようにドライなニュアンス、トマトだったりサクランボだったり樹皮スパイス感が出るよね。でさらには赤レンガって表現私はよく使うんですけど、夏の日の赤レンガにちょっとジャッて水かけると湿った赤い香りがするじゃないですか、まあ、その辺がサンジョベーゼの特徴的な部分が今出てるのかなと思います。でピノノワールの印象は一番下にありますように優しくまとまってますね、香りが優しくまとまって、ああ嗅いでいたいなという感じです。で2番になりますとやっぱスパイスが目立ってきます。これも最初あんまり回さないで我慢してるんですね。ゆっくりゆっくり回して嗅いでいくと、やっぱりスパイス感というのが表現されているワインなんだなというところに行き着くのかなと。でほったらかしになってましたシラーですけど、まあ、そのちょんちょんがついてますので、赤紫の花、清涼感やバラなどに加えてのスパイスが、まあ、最初の香りとして出ます。でビッグ花の穴ですね、押してくる力強さもありますね。でピノノワールと比べるとやはり、まあ、情報量の多さといいますか、少しこう湿った黒い果実感というのが出ます。でそこに書いてありますようにクローリーブですとかブラックチェリーですとかザクロとか黒い果実のジャムですとか、で少し木だるといいますかマホガニーという表現を私は割とこのシラーには使います。でその下カンゾ甘い草と書いてますけど、レグリーズとかですね、黒い甘いキャンディーなんですけれども、あとガリッグって書いてありますのはガリッグ、これは地中海沿岸プロヴァンスなどで使いますタイムとかローズマリーなどが生い茂ってるサマーや、それをちょっとまあ、あんまりダメですけどちょっと引っこ抜いた時の香りや、それが乾いた時のその南仏のそういったハーブの香りがガリグと言います。で黒いゴムですね黒いゴムの香りもします。でやはりサンジョベーゼやピノノワールに比べるとグッと押してくる力強さ、ピノノワールはどちらかというと上に上がるような、まあ、これはイメージ表現ですが香りの個性があるのかなという印象を受けます。では、その後味わいですね。さて味わいなんですけれども、飲む前から書いちゃってますが、まずピノノワール、まあ、穏やかで優しいアタックですね、強い酸とか渋みとかはないです。で赤ワインをチェックする場合に大事なポイントっていうのはやっぱり渋みがあるかとかを見る必要があります。先ほども言いましたようにブドウで作っているのでベリーで甘くて皮の渋みがっていうのは必ずあるんですね。その中でもさらにその皮の ブドウの皮が持っているタンニン分、カベルネソービニオンですとか、あとはシラーズであったりとか、まあ、あとはいろんな国のあまり細かいこと言うと基本編じゃなくなっちゃうんでやめますけど、ジノマブロとか言い出すとややこしくなるんで、その渋みを見極めるっていうのは大事だと思います。であとはその真ん中のサンジョベーゼ、味わいピノノワール戻りますね。でそこのまあ優しいタンニンって書いてます、これはセミナーでもよく言ってるんですけど、うちのパソコンは必ずタンニンっていうとこのタンニンが出るので、まあ、せめていいやと思って出してきたんですが、で樽14って書いてます、これは樽で14ヶ月熟成してるそうです。であとは後味の部分には冷めた紅茶のような細かい渋みが出ます。で紫色の清涼感っていうのも出てきますね。で外観香りの印象が下に書いてますが、まあ、味わいに表現されてます。まあ、清涼感があって優しくて まとまっていてっていうのが味わいにそのまま出されているというのがピノノワールの印象です。で2番のサンジョベーゼ、ここ真ん中縦に見てくださいね。でこれも決して強くはないですね、渋とか苦いなっていうのはないです。
穏やかでただスパイス感が出ます。でナツメグの感じであったりとか、まあ、なめしがの味わいっていうのもねあんま言わないんです、まあ、口に含んだ時の香鼻腔でふんと抜ける時になめしがの香りがすると思ってください。でこれオーダルで12ヶ月オーダル12個じゃなくてですね12ヶ月入れましたよということと赤い果実味からの要素っていうのが出てます。で後味の部分ではちょっと乾く後味ですね。ピノノワールが甘みがあって穏やかで口の中がだんだんと味わいが消えていくのに対して、まあ、サンジョベーゼになりますとやはりちょっとこう乾く後味とか木質のニュアンスっていうんですがこれも割り箸などを縦にチューッと吸っていただくと YouTube もだんだん回数を重ねるにつれて説明がだんだん大雑把になってきてますけど割り箸を縦にチューッと吸っていただくと木質のニュアンスと唾液が吸われる感じですね。それが後味に出ます。で、まあ、火薬マッチっていうのも、まあ、これも香りのイメージなので、まあ、これも口に含んだ香鼻腔でふんと鼻から抜いた時にマッチの、火薬の匂いですとかがするかなと。でチェリーって書いてますが、レッド、ブラック、サワーチェリーってまあ3つ書いてますけど最初はそんなにサクランボでも赤か黒かもしくは淡いのかって分けずに、まあ、サクランボ的だなとかいう感じでいいと思います。で書いてないんですけれども口に含むとより香りにあるちょっとシソっぽさとかサクランボの香りとかスパイス感っていうのはより強調されるんですね。なので香りをとって、外観を見て香りをして味を見るっていうのはテイスティングではあるんですが、まあ、外観見た後先に含んじゃってあらスパイス乾く渋みはそんな強くない熟成感はそれほど出てないけれどもこの後味の心地よい滑らかさは何だろうなって理解してから香りに行くと味わいで得た情報っていうのはそのまま香りに生かされますので絶対的に外観で香りで味わいでっていくよりも先に味わいを見ちゃった方がコメントしやすい場合もあるのでそれをお好みでやり方を変えてみてください。で3番シラを口に含んでみますとなめらかですね。まとまりとか深みというものが感じられます。スパイス黒胡椒も口の中にもありますし口に含んで鼻から抜いた時に出てくる香りもやはり最初のピノやサンジョベーゼに比べるとやっぱ黒胡椒のスパイス感っていうのが出ます。でこれもそうなんです。黒胡椒っていうとどうしてもラーメン屋さんでこうザッサってかけるものとかムーランカリカリカリってかけるイメージがあるんですがこれも何回も言ってますが黒胡椒を2粒3粒ぐらい手のひらに置いていただいて軽くこするで落としてから嗅ぐ感じこれが黒胡椒なのでガリガリガリってやって、まあ、そこまで強いシラーが出る場合もあるんですがどちらかというと私が黒胡椒って使ってるのはそのニュアンスですね。でその後これはオーダルで FO って何って言うとフレンチオークだそうです。フランス産の樽を使って12ヶ月でシナモンの香りシナモンつけてるってわけじゃないですよ。シナモンの特徴の味わいなども出ます。あとは樹脂っぽさとか杉の葉の香り、まあ、杉の木のね、あんま杉の木にかぶりつくわけにもいかないんですけど、まあ、杉の香りがするとその味わいという、まあ、イメージであとはローストとかコーヒーとかあと墨汁はちょっと個人的な説明ではあるんですけれども、まあ、墨汁飲んだことはないと思いますがこのシラを飲んで鼻から抜いた時に少しそのすずりの炭のような香りですとか黒系果実でその下カカオ2で切れてますけどこれカカオ2分のことですね。そして、まあ、下にありますように果実味とか胡椒深みのある黒系が強いな。でピノノワールは最初にありましたようにまとまってるサンジョベーゼはスパイスでシラーに関しては胡椒っぽさ黒系が出るなというイメージでまとめています。ということで白の場合はここで比較に入ったんですが赤の場合はですね実は大きいグラスを使っていただきたいという説明をします。でピノノワールなども、まあ、もちろんこのグラスでずっと嗅いでいてもいいんですけれどもそれぞれの品種に合ったグラスで白でなぜしないかっていうと白は温度保ちたいっていうこととこれぐらいの大きさに変えるだけでもドンと要素が変わっちゃうので非常に取りづらくなるんですね。シャルドネだと思ってたのにこっちに移すとなんかすごい薄まっちゃってわからないとかリースリングがなんか酸が出ちゃってっていうのがあるんですが赤の場合は逆に
空気に触れてよりエステル香りの要素が出やすくなるということと、温度がこれによって1、2度上がりますので、小さいグラスよりも若干特徴が得やすいということがあると思います。なので大きいグラスをちょっと使ってみてください。自宅にそんなのないやっていう方、お店に行った時にピノノワールをちょっと最初小さめのグラスともう一個大きいグラスで飲ましてよって言って、そのいやいやなんできませんよっていう店は少ないと思いますので、ぜひ試していただいて、でこちらの大きめのグラスでゆっくり回したところで嗅ぎますと、やはりこちらのグラスで嗅いだ時よりはより果実味の優しさとか、その赤い果物だなと思っていたのが、やっぱりこれはちょっとラズベリーとイチゴの香りが出てきたなとか、あとはイチゴのヘタの部分の青っぽさも若干あるねとか、そういうふうにどん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 広がっていくんですね。なので白の場合は2対1にしてやってくださいっていう説明に行ったんですが、赤の場合はなるべくちょっと、まあ、これに移す場合温度低くしておく必要ありますけれども、大きめのグラスで飲んでみ、嗅いでみて、でこれかピノノワールですね、でこれをもう一回小さめのグラスについでみる、そうするとこれはすでに開いていて温度ちょっと高め、これはついですぐなので温度低めなので、これをまた嗅いでみて果実味とそれがどう変化するのかっていうことによって、この経験を積むことによってそれぞれの品種の違いがより取りやすくなるのかなと思います。でこんな取り方しちゃダメですけどね、まあ、次に例えばサンジョベで飛ばしてシラーに行きますけれども、で慣れてきますと、だいたいグラスの大きさを見てワインの質を見てどれぐらい継げば特徴が出るのかなというのが分かるようになってきます。まあ時間かかりますけどね。なのでこのままだとちょっと青を立てながら継ぐことによってシラーが開くかなと。20分過ぎちゃいましたね。なので最初から置いてあった温度の高くなったシラー、黒系果実とメントールまではいかないんですけど清涼感が見えてきました。ただ非常に黒い湿った土であるとか樹脂っぽさっていうのはきちんとまとまっていて上質ですね。でこれは今温度低いのをグラスに開けて空気に触れさせたばかりです。こうするとやっぱり黒胡椒と黒いゴムが離れてあります。まとまってないんですよ。であんまり回さずにゆっくり待ってるとだん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 まとまってきて、まだまとまってないですけどね、だんだんまとまって、これは私たち、まあ、ソムリエの言葉ではグラスに馴染むっていう表現を使うんですが、グラスに馴染んでそこからやっとこう自分を表現しだすんですね。なのでお店などでグラスに注いでどうぞお味見をってあれ結構危険な作業で、まあ、最初に軽く回しておくとか、違う回に説明しましたが先に注いでちょっと置いてから出すとかしないと、今のようにシラーついてどうでっかって出した場合にバラバラねって言われちゃうの でこれぐらいになってくると少しまとまってきまして、スパイス感が出てますね。で黒胡椒でもロングペッパーっていうのがあるんですけど、 松ぼっくりのちっちゃいみたいな、その甘やかさなども表現されてきていて、まあ、非常にこちらの上質でまとまっているんだけどほぐれにくさに対して、こちらの方がより黒系果実を潰した感じですとか、ちょっとロングペッパー的な黒胡椒の要素もあり、でそこにタルクからと思われる木の要素なども出てくるかなと、まあ、そういうふうに出てきているというのが、まあ、このグラスを変えた結果なんですね。なので基本編の方はこれから赤ワインを見ようっていう場合にはなるべくグラスを変えていただいてトライしていただくと特徴が取りやすいかなと。ただ一般的にはこちらはピノノワールが表現されるグラスなんですね。でこれにシラーを入れちゃうと逆に言うと黒胡椒っぽさが表現されないですとかありますので、その場合にはよいしょこれぐらいの、まあ、そんなにグラスないよって言われそうですけど、まあ、中庸なというと怒られますけど、まあ、こういったグラスに入れていただいて、これがピノノワールか、でこれがシラーですね。キャンティでグラスの形状を揃えていただいて、これよりかなり大きいじゃないですか。で、まあ、軽く回すことによって、まあ、清涼感が出るとかどういった香りが出るとかで、サンジョベーゼキャンティはちょっとこうゴムっぽさ、なめしがっぽさなども出るかなという印象です。でシラーに関しては
黒胡椒と黒いゴム、タールっぽさっていうのが表現されるようになってきました。で、ここから先なんですが、ここから先は白と同様に、例えばピノノワールとサンジョベーゼを2つにしていただいて、白ほど長くやらないのでご安心くださいね。これじゃあまだかまとめときましょうか。よいしょ。です。で、これでピノノワール、サンジョベーゼ、サンジョベーゼですね。で、まあこれもぐるぐる回しちゃってですね、違うとこ見てたりして。で、何をするかというと、どれが違うのかなというのを外観でまずは見ます。まあ外観で見ても若干違うんですけど、まあその練習もして、で白の時お伝えしましたように、もう厳しくいきたい方は銀紙とか巻いていただくと、まあこういうグラスもありますしね。で、一番嗅ぎます。うん、こういう香りかと、くぐもった、ちょっとくぐもった感じと、チェリーっぽさがある、少しスパイスもある。あらあら柔らかいなと。で、赤身果実、ベリー系、木いちごですとか、いちごが出ていて、若干の清涼感もあって、スミレのお花。で、3番嗅ぐと、うん、またちょっとくぐもった感じでスパイスということで、この2番が違うなと、ピノノワールということになります。で、この時に白の時もお伝えしましたけど、これ決定っていうのではなく、なぜ自分がこれをピノと決定したかっていうのを、まあ、書いていただくとか、こういう紙に自分でマークをしていただいて、でサンジョベーゼとの違いをそこで見ますっていうふうに、3つのグラスを使って比較をしていくと練習もしやすい。でワインの勉強のいいところは、終わっちゃったら飲めるっていうところではあるので、無駄にもなりませんし、この3点式ですね、の練習を続けていただければいいのかなと思います。で、白ほど長くやりませんと言ってる割には時間が過ぎていきますので、でここからなんですが、また場所を変わります。白ワインの時にも説明いたしましたが、よいしょ、吸ってるのかな。まあ、これ例によりまして、私の本なんですが、赤がありましたと、その時にこの場合はどちらかというと何色がかってるか、ルビー色がかってるとか、ガーネットがかってるとか分かりませんとか、あとは渋みを見ていって、あとは木だるの要素がその場合あるかどうかっていうところに下がっていくという、何回も言ってますが、ブラインドで品種を決定するという場合には消去法になりますので、果実味がある、ベリー系がある、丸みがあってって言っていくと、どん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 増えていくんですね。じゃなくて、色はガーネットがかってるのか、ルビーですね、ラズベリーなのか、ダークチェリーなのかということにより、大まかな品種決定をした上で、さらに、まあ、清涼感があってですね、ベリー系があったらちょっと冷涼な気候なのかなとか、でダークチェリーでガーネットで色が濃くて、樽も使っていてスパイシーで甘みも出てくるぞ、じゃあこれは日照量が多いのか、暑い地域なのか、暑い地域でも標高を上げてるのかっていうのを、まあ、どんどん見ていくという、そういう作業をしていくということになります。なのでですね、まあ、こういった練習をしていただくということと、あとは何だっけ、まあ、前回もお伝えしましたが、3種類なかなかこれ準備も実はかかってましてですね、アップが遅れてますので、もっと4品種でちょっと中級上級にはなりますが、料理合わせだったりとか、お客様へのプレゼンですね、説明販売の方法ですとかの考え方などは、もし興味のある方はマクシバンのホームページから探してみてください。あと、たまに聞かれる、あんまり聞かれないんですけどね、使ってます本はこういう感じでありますので、これは本屋さんでもネットでもやってます。あとは白同様、じゃあ今回そのベースにした品種なんですけれども、樽の強いピノノワール買っちゃったりとか、あとはまあ完全に自然派というか、ナチュールと呼ばれるですね、いろんな作り方が今ありますので、テイスティングに使うにはやっぱりベーシックな品種の特徴を出しているものを選ぶ必要がありますから、もし選ぶのが大変な場合には、ネットで見てもなんかわからんとか、近所の酒屋さんに行ったけどどうもねっていう場合には、これも同様にマクシバンの方から一応準備してはありますので、ご覧いただければと思います。では、今日も早めにやりましょうと言っておきながら30分近くなりましたが、とにかく焦らないということと、3つ注ぎ分けてこれをこうぐるぐる見ることによって、特徴が出るのかな。で、白の時も言いましたが、例えば色の濃い品種など、例えばシラーですと、これを、まあ、捨てたっていうと、まあ飲み終わった後ですね、でここに
非常に取りやすい香りが出ます。アルコール分がまあない分、そのベースにある香りが出るのかなと勝手に想像してるんですが、樽っぽさですとか黒い果実の熟した、そしてタールっぽい黒胡椒のっていうのが出ますので、でピノノワールも同様にこれも飲み終わった後に嗅いでいただくと、まあ、少し清涼感があるなとか、小さな実の赤い果実でも熟していて数が多いとか、そういう表現できますので、まあ、あんま焼肉食べた後のグラスで嗅いでもちょっとダメなんで、これはテイスティングの、ようにしていただきたいんですけれども、赤ワインの場合はこう飲み終わった後の香りっていうのも大事ですので、そこを捉えていただくとより品種決定に近づいていけるのではないかなと思います。ということで基礎編と言いながら今日もたっぷり喋ってしまいましたが、お疲れ様でした。またいろいろとあげていきたいと思います。では失礼いたします。